では次の特集です。今年3月宮崎市で未明に火事があり2人が死亡しました。この火事で兄を亡くした男性が執念の調査で追及した兄の死の真相とは、取材しました。火事は人々が寝静まった未明に起きた。3月26日午前4時、宮崎市内の住宅街に突如火柱が上がった。なんかそう、音が本当にすごくて、その風の音かなと思って目を開けたら、もうなんか赤かったので、窓際が。何事だろうと思ってみたら、もう火事だっていう、すごい炎でしたね。もうボーって、もうすごい燃え広がってる状態でしたね。燃えたのは、木造平屋建て、およそ100平方メートルの民家。全焼だった。残ったのは柱とわずかな壁だけ。屋根はすべて崩れ落ちた。足場がとっても悪いですけど、ここが玄関です。うん、玄関で、下がタイルでした。大里素直さん。火事が起きた直後、訪れた警察官に起こされたという。早朝5時ぐらいに、訪ねて来られた方がいて、玄関に出てみると警察の方で、実家が全焼した。やっぱり呆然としたですね。現場に駆けつけると残酷な現実を突きつけられた。兄が倒れていたところは、ここです。素直さんの兄、ひろしさんの遺体が見つかった。ひろしさんは独身で、この家で一人暮らしだった。さらに素直さんを驚かせたのは、現場でもう一人遺体が見つかったことだ。あれ、これは兄じゃないと思ってですね、兄じゃなければ誰だと思って。遺体の性別は男。見つかった場所は兄の遺体からおよそ7メートル離れた居間だった。しかも靴が残ってました、ここは畳なんですけど、畳の上で靴を履いているから。当時は2人死亡の火事とだけ報じられていたが、現場からは不可解な様子がうかがえた。当時の現場の様子を再現するとこうだ。ひろしさんは玄関近くの廊下に出入り口の方に足を向け、仰向けに倒れていた。すぐそばには蓋が取れたスプレー型の消火器が転がっていたという。一方、もう一人の遺体は居間で仰向けの状態で見つかり、スニーカーを履いていた。消防や警察が駆けつけた際に、吐き出し窓や玄関などは全て鍵がかかっていたが、勝手口だけ鍵がかかっておらず、扉が開いた状態だったという。一体この男は何者なのか。火事の6日後、警察は宮崎北署は、遺体の身元は住人の大里博さんと知人のパート従業員だったと発表した。警察が知人とした男の名前に、素直さんは全く心当たりがなかった。どこでその知人っていうのが分かったのか、誰も知らないんですよ。その家族、親族、そして兄の友人たち、そして職場の方たち。
なぜ知人とされた男が午前4時という未明に土足で今にいたのか。さらに火事の直前、現場近くでは言い争うような声が聞かれていた。何かこう異変に気づいたりしたこととかっていうのはありましたか？まあ、私はあの人の声を聞いたような気がしたんですけど、ちょっと乱暴な感じの声を聞いて、で警察の方にもそれは言ったんですけど、私だけが聞いてるんですよね。男性の声で、でこう乱暴なコラーじゃないけどわーみたいな、そういう声を聞いたんですけどね。ひろしさんの身にその時何があったのか。ただの火事として扱われていることに疑問を持った素直さんは、遺体の解剖結果を大学から取り寄せた。そこに書かれていたこととは。宮崎市で2人が死亡した火事。大里博さんの遺族が取り寄せた解剖結果には驚きの内容が。わーわーという男性の緊迫した声に近隣者が気づき、110番通報した。遺体と残っていた着衣の一部からガソリンが検出された。ひろしさんの遺体からは現場にあるはずのないガソリンが検出されていたのだ。あのガソリンがかけられていたっていう、なんでこんな死に方をしないといけなかったのかっていう、そういう思いですね。現場は明らかに事件性が疑われる状況だった。法医学者の岩瀬教授は解剖結果をこう分析する。喉の奥にすすが入っているということなので、火災が起きた時には呼吸をしていた、つまり生きてたっていうことは分かるんですよね。現場で見つかったもう一人の遺体については、まあガソリンを使えば本当火を放った方だって危ないと思うんでね、ガソリン使ってるから現場から脱出できなかった、まあ、短時間で火が回って逃げる時間もなかったって考えるべきでしょうね。ひろしさんと高校時代からの親友、瀬戸山つとむさん。火事の1年前、ひろしさんを訪ね、この家に泊まったという。それがひろしさんと過ごした最後の時間となった。信じられないですよね。まあ、現実の話と思えないですよね。まあ、本人ももちろんそうだっただろうけど。ひろしさんは宮崎市内の専門学校で留学生を相手に講師を務めていた。火事の前日はこの春卒業した留学生の寮の片付けをしていたという。この日、高校の同級生たちが初めてひろしさんの墓参りに訪れた。一緒に飲むわけじゃないよね。よく飲んでましたね。大体あの大里くんがあの海外が結構長かったんですよ、はい、で年に2編か3編帰ってきたんですけど、その時はちょうど集まるタイミングになってて、でみんなが集まって飲んでた感じですね。墓にはひろしさんが好きだった焼酎が備えられた。不幸な亡くなり方をしたけど、まあ皆さんのおかげで、こういうふうに集まって、うん、成仏を願うことができてありがたいです。どうもありがとうございます。親友たちも単なる火事として扱われたことに疑問を持っていた。
それはちゃんと公表してもらわんと浮かばれんよね。ですよね。まあ火事起こして死に上がったぐらいしかみんなそういうふうにしか思うんか。近所の方たちにもやっぱ顔向けが、うん、まあしにくいですよね。素直さんは葬儀で参列者に対し事件性があることを伝えられず失火で死亡したと説明するしかなかった。それは警察から思いもよらぬ言葉をかけられたからだ。警察のその家族の担当の方がですね、何か警察に不満があるんですかというふうに言われてですね、まあ、不幸な事件で、兄が永眠しましたみたいな文言を見せたらですね、かなり強い口調でですね、こんな感じで、イメージ操作されるようなこと文言は使わないでくださいっていうふうな感じで言われたですね。さらに詳しく遺体を調べてほしいと解剖医に相談すると、ここでも警察は北署の方から電話がかかってきてですね、解剖の先生に連絡されたみたいですねっていうふうなことだったからですね、北署さんの方ではもう必要なことはやったからもういらないですよっていうふうに引き取ってくださいって、できるだけのことは努力はしたいと思ってやっているのをなぜ妨害するのかっていうふうなですね。火事からおよそ2週間後の4月中旬、広志さん宛てに届いた封筒を開けると素直さんは驚いた。3月16日 JCB ギフトカード20万円。広志さんのクレジットカードの明細書、そこには火事が起きる前の10日間で何度も金券を買っていることが記されていた。購入は死亡する前の日まで続き、その合計は38万円に上る。広志さんが普段使っていなかったカードだったため、不審に思った素直さんはカード会社に詳細を開示するよう求めた。すると JCB ギフトカードの方は分かった、ネットでの注文だということですね。それの送り先がこの住所になっている、そして受け取り人もになっているということを聞いてですね、金券は宮崎市内のアパートに住む遺体の男に宛てて送られていたことが分かった。その住所を訪ねると、一応前契約は女性っていうふうに聞いてますけど、はい、いつの間にかなんか2人で一緒に住んでたみたいですけど、あ、男性と女性と一緒に住んでたんですか、はい、不動産会社によると部屋の契約は女性の名義で行われ、ある日突然男も一緒に住み始めたという。この男と広志さんの接点とは。取材を進めると、生前広志さんと交流があった人から有力な情報が得られた。鹿児島県でカイトサーフィンショップを営む川地直人さん。カイトサーフィンとは、専用のカイト、タコに引っ張られ水の上を滑るマリンスポーツだ。広志さんの趣味はカイトサーフィン。焼け跡からはボードが見つかっていた。僕だから13年前に大里さんには宮古島で会ってるんで、でその後は宮崎に来られた時後にまたこちらの方に連絡いただいて、まあ僕も大里さんにそれこそ
家にあった道具を僕がお送りしたやつなんで。川路さんは遺体で見つかった男のことも知っていた。割と寡黙、カイトボードの話をするんですけど、それに関しては何にも違和感もないです。実際あの道具の相談もされてたんですね、してもらってて、中古でとかそういう話ではあったんですけど、現実的にそれも無茶な金額ではなかったんで、取り立ててその特殊なその金銭事情とかそういうのを感じることはないんですよ。ひろしさんと遺体の男はカイトサーフィンを通じて知り合い、一緒に酒を飲むこともあったという。去年かな、忘年会をね3人でやった人がいるんですよ。あ、その同じ宮崎の県内でやっていれば誰だって知り合いになるので、お互いに声かけてご縁をつなぐことは絶対あると思うので。そしてこの鹿児島で男の過去が明らかになった。上着で顔を隠し階段を降りるのは遺体で見つかった男だ。2006年、鹿児島市内で強盗傷害、放火、住居侵入などを起こし懲役8年の判決を受け服役していた。自分が住むマンションのオーナーの部屋に窃盗目的で忍び込み灯油をまき火を放った事件もあった。部屋に放火されたマンションのオーナーが当時の様子をこう語った。ここが僕が当時住んでた部屋なのね。もう火事の時はこれ開けたらブワーッとこんな今日いっぺんにほら火が来るじゃない。経路はこういうことなんです。これを登るとハッチがあそこにあるんだけど、あれを越えると僕のベランダに出るんですよ。男はこの点検用のはしごを登り屋上からベランダに降りてオーナーの部屋に忍び込んだ。スペアキーを盗み部屋への住居侵入と窃盗を繰り返した後、証拠隠滅のため火を放った。オーナーは空き部屋に移ったが、火事の1週間後、皆さんから市とかいろいろほらお金くれるじゃない、はい、友達からもお見舞いいただいたりとかして60万ぐらい持ってたと思う、はい、それ金庫に入れて、そして僕はちょっとまた外出してそれで帰ってきたのよ、はい、したら部屋の中ドア開けたらね、なんかピンク色のこう粉がずっとあるの。消火器をブワーッと部屋中にばらまいて上がる。そしたら金庫開けられて60万ぐらい盗まれて。男はそこでも金を盗み、さらに証拠隠滅のため消火剤をまいていた。犯行が明らかになり逮捕された男は警察署で面会したオーナーに全てを認めたという。お前なんでこんなことしたねと、もうガラス越しじゃんこれで、すいませんって一礼しただけで、FX のなんか話もなんか聞いてないけどな。60万あったのなんかどうしたんだって言ったら、そんなに使ったって言われたような気がする。何に使った？だからその株の FX かなんか。そして先月、素直さんは最後は1ヶ月間点滴でですね、まあだいぶ痩せたっていう感じです。まあ、起き上がりそうですね。父親の吉住さんが亡くなった。94歳だった。高齢者施設に入っていた吉住さん。素直さんは事件が解決してから兄が亡くなったことを伝えると決めていたが、間に合わなかった。
兄が亡くなった3月26日から本当にまあ厳しい毎日どうにかこうにかまあやってこれたっていう感じです。そして父がまあ兄が最後介護していた父、まだ父が生きているうちに早く早くとも思ったんですけど、まあいろいろまあかなり困難なことですし、昨日ついに事態は急展開した。もう書類送致をすると、はいはい、警察署に呼ばれた素直さんは遺体の男を近く容疑者死亡のまま書類送検すると伝えられたのだ。男が火を放ち、ひろしさんを殺害したと警察は初めて認めた。新たな事実も分かった。現場近くに止められた男の車からは、車の中に、父の通帳、そして、兄のカードはあった。その兄のカードは、不正利用されたあのカードっていうことですよね、はい、さらに男は父吉住さんの口座から2回に分けて現金100万円を引き出していた。3月25日に、銀行から、まあ、帽子をかぶりマスクをし引き出してる変装して兄になりすましたということですかね。警察は男が一連の犯行の証拠を隠滅するためにひろしさんの家に忍び込み火を放ったと見ている。だがなぜ警察は最初から事件として捜査していると説明してくれなかったのか。遺族の気持ちをあまり、おもんばかることができなかったというふうなことで謝罪みたいな感じのことはありました、はい、真相が分からず葛藤したこともあったと素直さんは言う。ひろしが火をつけて自殺でもしたのか、それとももしかしたら兄が 犯罪を犯したかもしれないというふうなですね、そこのところはまあはっきりできたから、せめてまあ二度とこんなことが起こらないようになってくれればなというふうな、そんな思いです。